どうもこんにちは。お、結構あ生まれましたね。はい。はい。あ、今日は僕のセッション来ていただいてありがとうございます。これから始めていきますので、リラックスして楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。はい。こうだな。はい、ですね。じゃあ始めていきますね。よし。はい。あ、ちなみにですね、これは僕のやってる会社の陰影という会社のロゴなんですけども、この下の QR コードは、まあ、公式ツイッターにこのままいけばいけるんで、もしよかったらこれで公式ツイッターフォローしておくと、今日もしかしたらなんか面白い実況してくれるかもしれないんで、ちょっと楽しいかもしれません。はい。で、はい、じゃあいきます。Photoshop iPad 版はここまでできるコンセプトアーティストがライブペイントで見せる最強テクニックってなってますけれども、今日はですね、iPad 版の Photoshop で、こういうことができるんだよという、こういうようなことをお見せしようと思ってるんですけれども、まあ、皆さんも多分ご存知かもしれませんけど、 iPad 版の Photoshop ってまだまだ本当に赤ちゃんのようなというか、まだまだ機能が全然出揃ってないんで、まあ、そこまで期待せずにというか、普段僕がまあどんなふうに使ってるのかなっていうのがまあ分かっていただいてればいいのかななんてことを思ってます。で、SNS や撮影も何でも OK ですし、まあ、できることならこんなハッシュタグも使ってみんなで楽しんでいければいいかなと思います。で、今日この様子はなんかライブ配信かなんかしてるんですよね。なのでみんなで盛り上がっていければいいかなと思います。で、僕の自己紹介を軽くしますね。富安健一郎と言います。株式会社陰影の代表をしていまして、あとコンセプトアーティストというのをやっています。代表作はファイナルファンタジーの11だとか、ドラゴンクエストの10ですね、あとメタルギアライジング、リベンジェンス、バイオハザードダムネーションとか、普段ゲームとか、映画などのお仕事を主にしています。そこでコンセプトアートというのを書いているんですね。はい、はい。で、今日やることを3つに分けておきました。まず簡単な自己紹介は7分程度、普段どんな作品を描いているかとか、今やってる映画のちょっとした紹介などをしてみます。で、2番目に iPad 版 Photoshop を使って、普段やってること、そしてこれからの展望っていうのは、10分間ぐらいですけれども、皆さんにちょっと紹介できればいいかなと思います。で、3番目に、デスクトップ版 Photoshop、普通の Photoshop を使って、あ、これ字間違えてますね、を使ってコンセプトアートのライブペイントというのをしてみたいと思います。はい。で、じゃあ早速、簡単な自己紹介いきたいと思うんですけども、まずはそのコンセプトアートというのを、最近聞いたことがある人が増えてきたんですけれども、コンセプトアートって大体聞いたことあるし、なんとなく知ってるっていう方はちょっと手を挙げていただけますか。あ、結構半分いってないか、でもそんぐらいですね。はい。なんですけども、ありがとうございます。少し簡単に紹介してみたいと思いますね。はい。コンセプトアートとはプロジェクトのコンセプトを絵にしたものになります。この場合プロジェクトっていうのがいろいろあるんですけれども、それがじゃあどんな分野で活躍できるのか、活躍しているのかといいますと、映画、ゲーム、CM、プロダクトっていうのは車とかもそうですし、こういう Mac とかもそうですけれども、実際そういう、製品にもやっぱりどういうコンセプトでものを作っていくのかっていうのが重要なので、そういうのもやったりしていますね。あと、こういうイベントのコンセプトなんかも考えたりとか、
空間演出、あと都市計画、大きいのになると都市計画とか、いろんな都市を作るにもその都市のコンセプトのビジュアル化が絶対必要なので、そういうのもアートで描いたりしています。あと惑星計画って書いてありますけれども、まあこれはこういうことやりたいなというのも含めてなんですけれども、例えばこれから人類が火星に行った時に、火星に街を作るとしてもどういう雰囲気を持った街なのかとか、そこで暮らす人がどうやって暮らしてほしいのかっていうのを考えて、それを一枚のあるいは複数の絵にするっていうのがコンセプトアートの役目であるということになります。はい、で次からは普段どう描いてる絵を実際見ていただきますね。まあこんな、これはファイナルファンタジーシリーズ、あ、ファイナルファンタジーというゲームがあるんですけれども、それの絵ですね。アグニズフィロソフィーというやつが、どういう壮大な感じはどういう感じなのか、空気感はどういうものなのかっていうのを、こういう絵で最初、一番最初に描いて何か表現します。これをまあフォトショップでゼロから作っていってるわけですね。でこれはなんかスマホのゲームなんですけれども、まあ、最近はスマホでもこういう、本格的なビジュアルを持ったものが出てきたりしています。あとこちらは遊びというか趣味で描いたものなんですけれども、こういう仕事以外の絵でもどういうコンセプトを持っている絵なのかを考えながら描いていますね。こちらはドラゴンが、まあ、昔都だったところを焼き尽くしているところで、例えばこれを、この場面を見ているこの鑑賞者がですね、この3秒後にこのドラゴンが入っている炎によって焼き尽くされてしまうような臨場感を目指して描いたりとか、そういうことをしています。で次の絵は、さっきの絵が VR 空間に置こうという企画があって、VR 空間に置くとなんかこういう、なんか見てる、ここに人型がいるんです。この人が VR 空間で見てる人ですね。でこんな迫力のある空間にできたら、この絵がさらにもっと迫力を増すんじゃないかみたいなところがあります。でこちらは打って変わってなんかすごいクリーンな都市なんですけれども、こういうのもやります。あとはこれは、すごい不吉な、ゲームの絵なんですけれども、なんかぶら下がってるものとか不吉なのでもう説明はしませんけれども、この何かのデザイン、一個一個のデザインとかっていうんじゃなくて、画面全体でこういう不吉な怖いものを感じてもらえるようにしたりしています。またはこういうすごい SF な、これはなんかこの巨大ロボで 人間のデータを衛星軌道にあるなんかデータセンターに送ってるんですけれども、こういうものであるとか、まあ、これもファイナルファンタジーシリーズですねというものであるとか、まあ、あと少し変わったお仕事なんですけれども、たまに書籍のカバーアートなども書いてまして、これはごめんなさい、これは中国で2100万部売れたというなんかすごい伝説になった三体という本があるんですけれども、それがこの間日本で売り出されたんです。日本語訳売り出されたんですけれども、それのカバーアートなども書いていました。おっとっとと書いていました。でこれ左の絵と右の絵がこの真ん中に女の人がいるのといないのがあるんですけれども、最初は女の人がいるバージョンで描いてたんですけれども、発売本当に直前になってやっぱり女の人は表紙に載せられないという作者の意向があり、そこのレイヤーだけすっきり抜き取られてしまったといういわくつきのやつをここだけで発表できればいいなと思います。はい、ですね、次からはこのちょっと今やってる、11月29日から全国で公開されてるヒューマンロストという映画に かなり深く関わってやってたんですけれども、そのコンセプトアートを今ここでお見せして、で後でちょっとそのこの映画の予告編をちらっとお見せしますので、こういうコンセプトアートがどうやって実際の映画にその役立っているのかみたいのをちょっと想像していただければなと思います。はい、こんな何ですかね、このブレードランナーとかその SF の
街のような雰囲気の中にこういう、まあ、モンスターがいる絵なんですけれども、はい、とかこんなのですね。この未来の警察みたいな人、あ、ちなみにこれヒューマンロストっていう映画なんですけれども、あの太宰治の人間失格というあの小説がありまして、それをなんかぶっ飛んだサイバーパンクな、SF 映画にしてしまおうという企画でした、はい、とですね、この、まあ、ヒューマンロストっていうね、何かがロストしているという世界観を、画面というか映画全体にこう染み込ませたかったので、こういうバイクもですね、あの一番大事な前輪がなくて、まあ、ジェット機のエンジンが前方にもう一個ついていて、その、ジェットの力で浮いているというようなバイクです。で次に、これもちょっとよく覚えててほしいんですけれども、こういうなんかダメダメロボットみたいなドローンがを最初に描きまして、でこれも本当はまあドローンなので4本足がいいんですけれども、何かがロストしているというので、この大事な前足が1本なかったりします。でもすごく、作品の中では愛嬌のある存在になってたりしますね。でこんななんかこのすがすがしい世界もあったりですとかするんですが、でこれもこういう、東京のにすごく似てるところなんですけれども、こういうところで、物語が繰り広げられます。で、この次に今からお見せするこの予告編の中でこの場面が一番最初に出てくると思うんですけれども、あ、出てこないのかな、出てくるのかな、うん、でこういう絵がどういうふうにこのアニメーション映画になっていくのかっていうのを見ていただければいいなと思います。それではちょっと1分ぐらいの予告編を流しますね。人間失格、人間失格、人間失格。どうせ死なねえんだからよ、どうでもいいじゃん、見せてやろうぜ。昭和111年、医療革命により死を克服し狂気に飲み込まれた日本、その行き過ぎた社会システムはいくつもの歪みを生み出し、やがて人も狂い出した。レインボーブリッジを閉鎖、過剰な薬物の摂取を感知、狂ってるよ、何もかも。ロスト隊こそ俺たちの本当の姿だ。よぞ、人間はな、進みすぎた社会システムに対して失格したんだよ。今こそ積年の恨みを晴らす時だ。なんだあれは。これじゃ本当に道化じゃないか。我々に残された時間はあとわずかしかない。俺と来い、俺のオルフェウスになる。この人こそ私たちが待ち望んだ存在。いいさ、やってやるよ。ヒューマンロスト、人間失格。道交法違反容疑で検挙。邪魔見さらせ。はい、ありがとうございます。というようにですね、まあ、いろんなメカのデザインであったりとか、世界観を構築するのにコンセプトアートが使われているんだなというのが少し分かっていただければ嬉しかったです。はい、まあ、ちなみに全然宣伝というわけではないんですけど、今東方系でやってますので、もしよかったら見に行ってあげてください。はい、というわけでですね、まあ、自己紹介が終わり、次はじゃあ iPad 版 Photoshop の、まあ、実演といいますか、そんなに実演も実はまあできないんですけれども、に移っていきたいと思います。切り替えますね。はい、あ、これ僕の画面、ちなみにこれも僕書いたんですけれどもね。はい、おお、あれ、ちょっと待ってください。はい、と、あ、映ってますね。はい、
もう iPad 版の Photoshop 使ってるという方ってどんぐらいいますか？結構使ってますね。どうですかね皆さん。はっきり言って使えないなと思ってる方もまだ多いと思いますね。で、実際僕も打ち合わせの現場に iPad をよく持っていくんですよね。で、まあ、ホワイトボード代わりというか、本当にメモ用紙代わりとしてよく iPad の Photoshop とあとフレスコも使ってるんですけれども使っていて、まだ実際のさっき見たようなコンセプトアートガリガリ書いていくようなやつはやっぱりまだ機能不足で使えないところは、まあ、正直まだまだいっぱいそういうもんだなと思ってます。なので、今日最初はですねまだ機能をもっともっと盛り込んでくるかなと思って計画立てたんですけれども、なかなかそういうわけにもいかずちょっと基礎的なこういう使い方をしているということでのご紹介でちょっと終わらうかもしれませんけどご了承ください。で例えばですねなんか一番僕が使えるなと思ったのが、まあ、Photoshop の PSD データを、まあ、この場で、今 iPad のやつですけどね iPad でお客さんの前で開けて、あ、なんかじゃあこのレイヤーはもうちょっと消しなんか薄めてみようとか、この木がなんかもしかしたらいらないかなとか分かりますか、なんかそんなようなものですとか、この後ろどうなってんのかなみたいなものですとか、なんかそういうのには本当に役に立ってて、でこれをいちいちなんか赤ペン書いて家でやるのもまあいいんですけれども、まあ、その場でお客さんと一緒にこうどんどん作っていけるっていうのがかなり利点になるのかなと思っています。で、まあ、この絵だと、まあ、こんぐらいのレイヤー数なんですけれども、まあ、この程度だったら全然、iPad 版でも 今でも全然表示できますし全然問題ないと思います、はい、なのでそういう意味ではすごく現在でも役に立ってますね、はい、でもですねもうちょっと重い複雑なこのダークランナー 02MAX っていうのがあります。ここで開こうとすると多分開けないんですよね。あ、開けたか。これはさっきよりだいぶレイヤー数も多くてこう複雑なレイヤー構造をしてるんですけれども、あ、ごめんなさい。これでいいのかな。はい。これになると多分ね、これいじるとメモリーの関係かなんかで多分消えちゃうんですよね。あ、消えてしまった。消えちゃうんですよね。まあでも、まあまだこういうところはありますね。あとはですね、まあ本当に遊びなんですけれども、例えばこういうようなことをして遊んでます。おっとっと。こういう写真があったらですね、ちょっと今、実際にはちょっと今でやらないんですけど、なんかこう、ぐいっと向こうに伸ばしてみて、で、向こうに巨大な建造物を作ってみて、はい、ちょっと手前にもこんな建造物を作ってみたり、うん、こうちょっとだんだんこう増やしていったりとかして、でガスを加えたりいろいろして、で手前にもなんかお城みたいな生やしてみたり、こんぐらいでしたら洗濯範囲とかブラシとか使って、まあ、遊びながらできるというのはありますね。はい、あとはですね、あとはもう本当にどうかな、はい、まああとは本当に僕はこの画面を会議室の大きいスクリーンに映して、もう本当になんかこういうスケッチを描いて、あ、じゃあここはこういう山があって、ここに主人公がこう立ってて、でここにはなんかこんな牙みたいななんかありますよねとか、でここはこうなんとかでみたいな、本当にこういうような使い方を普段してます。まだこれでいいと思います。でアドビの方に聞いてみたんですけど、普段こういう使い方を紹介していいんですかって聞いたんです。もう
普段使ってる通りやってくださいって言われたのでこうやりますけれども、だこれがもうちょっとあのいろんな、機能が充実してきたら、あの本当にこの場でもしかしたら iPad だけでああいう絵が描けるようになるかもしれなくて、でどうやらAdobe サイドではそうなるように今準備してるらしくて、で本当に今はまだ赤ちゃん状態なんですよね。でみんなでこういう機能を付け足してほしいっていうのをどんどん Adobe にリクエストして、自分たちが使いやすいような、Photoshop に成長させていくというなんか遊びだと思って、なんか生温く見守っていければいいのかなと僕は思っています。はい、でそのリクエストの仕方なんですけれども、これも聞きました。ここにこの右上にPhotoshop に関する提案っていうのがあるんですけれども、ここの機能リクエスト、今ちょっとインターネットの関係できないですが、ここ のところに行くと、準備中のカンバス、準備中の機能としてこうカンバスを回転だとかいろいろ書いてあるんですけれども、でここにもさらに自分が欲しい機能が載ってないみたいな時はこの機能リクエストっていうのをやると、今ちょっとねインターネットがここ調子悪いんで繋がんないですけど、投稿できるようになってるんですね。でそこの投稿サイトに自分のこういう機能がついてないじゃんとか、こういうふうにした方がいいと思いますっていうのも本当に日本語で、これも確認取りましたけれども、日本語で全く構わないので、どん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 書いていって欲しいとアドビの方がおっしゃっていましたので、皆さんで自分の使いやすいように、ここで育てていってあげるのが良いかなと思います。そして多分それはそのうち実装されていくので、そうなった時にすごくガンガン使えるように今から使っておくといいのかなと思っています。はい、というね、ちょっと簡単にはなりますけど iPad 版 Photoshop の紹介はこれぐらいにして、でも時間がどんどん過ぎるので次にPhotoshop の画面に行きましょうかね。またはい、あ、そっか、これはこうだ、ちょっと待ってください。おお、こうなってしまった。あれ、ちょっと待ってくださいね。おお、なんだこれ、あれ、お、はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってね、ちょっと解像度の関係で動きがめっちゃおかしいですね。解像度っていうんですか、こうか、うん、あれ、おお、なんだこれ、ちょっと待ってね、うん、調子が悪い、どうしたんだ、うん、ちょっと待ってくださいね。うお、ん、ちょっとお待ちください。お、あれ、よし、はい、大丈夫ですね。はい、よいしょ、見えてるかな。ウィンドウがしまわれてしまったんですけれども、あ、来た来た、と、よいしょ、いいよ、から、はい、で、ここからはですね、まあなんか気軽におしゃべりしながらなんか書いていきますね。うわ、なんかちょっと調子悪いですね。はい、大丈夫かな。ですね、こういうコンセプトアートっていうやつ
はまあコンセプトが大事なんですけれども、まあ普段こうやってまあ落書きみたいにするときも一応どういう場面なのかなとか、物語の中でどういうシーンなのかなっていうのを考えながらまあ書いていったりしてますね。でまずはこのグラデーションツールでちょっと作っといたこのこういう変わった色のやつを例えばこんな風にしちゃってですね、これがまあ僕にはもうあの空とかに見えるんですけれども、こういうのをですねまあ書いておいて、わかりますかね、はいはい、今こう何をやってるかと言いますと、すごくこの水平線ぐらいにある景色を描いてるんですね。こう最初は何か何やってるかよく分かんないんですけれども、だんだん分かってくると思いますので、ちょっと我慢して見ててください。で、はいはい、これがあのすごい向こうの方にある建物だとちょっと思い込んでみてください。ちょっと色を濃くして、まあ、例えばこういう時にこういう選択範囲なんか使ってもいいと思うんですよね。はいはい、でこっち側にもなんか煙突みたいなのを立ててみましょう。そんで、おお、なんだこれ、これはなんだ、はい、おお、わあ、なんだこれ、はい、ですね、どうしようかな、これで。急にこんな今まで描いた絵が全て無駄になるようなこんなことをやってみますけれども、これにも一応訳がありまして、これがどうなるのかをちょっと皆さん想像してほしいんですけれども、決して手前のなんか窓を描いてるわけではありません。こんなブラシなくてもっとざっくりとしたこんなブラシでも大丈夫ですね。ただここで重要なのはこの、垂直と水平に何やら筆を動かしているというのが今のところ重要ですね。あとはこんな感じかな、もっと、なんか阿弥陀くじみたいな線ができましたけど、はい、これがどうなるかと言いますと、自動じゃないや、自由に変形するツールみたいのがあって、これをですね、こんな風にこんな風にしていくと、こう何かに見えてきませんか。なんか街のような街の道みたいな感じで少し見えてきたかもしれないですよね。はい、でもこのままだと使えないんで、これを、一回選択範囲にしちゃいますね。はい、で選択範囲をこう一回消してですね、書きやすくします。ちょっとこの辺あのショートカットバンバン使っていくんですけど、まあ
口で行ってきますので、はい、で向こうの方にある遠くの方にあるのは少しこう淡い色で描いて、どんどんこっちに来るに従ってこう遠近感を考えて、黒い色にしていくんですね。はい、うん、でこの途中にもいろんなこうビルが建っていて、お、時間を見ながらやらないといけませんね。ちょっと待ってください。よし。はい、お、うん、であんまり細いビルがいっぱいでもあれなんで、ここら辺に大きい、こうビルを建てます。ちょっとね、絵描きながら喋るのってなかなか難しいんで、ちょっと無口になりがちですけども、あんまりそこは気にしないでください。一応頑張って書いてます。でこの辺もなんかこういう感じですね。何に見えてきましたかね。なんか僕の気持ちとしてはですね、未来の横浜みたいな感じで書いてるんですけれども、この黒いところが島になり、お、こうビルが乱立しております。でやっぱりたまに高いビルとかが急にあったりするんですけどね。はい、で、おお、しまった、こっちか。で一応このこういうふうにレイヤー分けてますけれども、あんまり深く考えてなくて、なんとなくここで一個レイヤーの区切りつけたいなみたいなところで分けてます。ちょっとここが色が薄すぎたので、もうちょっと黒くしましょうね。はい、とまたここそうするともうちょっと立体感が欲しいので、黒い色を少しだけここに乗っけて塗ってみます。はい、ちなみに最初に描いたグラデーションがこちらですね。うん、こんな構造になってます。であとはちょっとここで写真使ってみますね。後ろの空というか、ああいうところがちょっと寂しいので、こんな夕焼けの写真を使ってみます。こんなかな。うん、でこれだとあまりにも変なので、僕よくソフトライトとか使うんですけれども、こんな風にして、じゃあここは流行りのあれですね、これにしましょう。はい、皆さんよくご存知と思いますけども、塗りつぶしのコンテンツに応じて塗りつぶすと、すごく簡単にここをフォトショップが作ってくれますので、こんな感じにしてみましょう。でここが色がなんかあんま良くないんで、こういうのはもう手書きで直してしまいます。
で、そういうのをもう一個重ねてみて、色を、調節していきます。これか。ちょっとこの周りの色が濃すぎるなと思ったら消しゴムとかでこう消していけばいいんでね。そしてですね、これも皆さんになんか受けがいいのがあるんですけれども、いろんなブラシこうたくさん持ってまして、でこの中でなんかちょっと面白い特殊なブラシがいくつかあるんですよね。でさっきこの裏で作ってたんですけれども、これわかりますか、こんな形のブラシなんですけれども、これは僕街の光ブラシと呼ぶことにしました。これを、少しこんぐらいの色でこの辺にざっくりと、置いてみると、置けない、こっちか、もうちょい黄色い方がいいですね。いいよ、こんな風にちょっとざっくりと、本当にざっくりとですが、こう置いていきますね。でちょっと大きすぎたなと思ったところは、よいしょ、消しゴムのブラシでこうザカザカと消してしまうんですけれども、なんかこうすることでどうですかね、少しこう街の光みたいにだんだん見えてくるんですよね。でさらに、ここはちなみに写真の素材、例えばですね、使いましょう、どっちだろうな、こういう著作権フリーで使える写真の素材っていうのもインターネットにいっぱいあるんで、それを購入して使うのも大変僕は有効な手だなと思ってます。例えばこういうのを切ってこっちに持ってきますね。でこのビルのところにこうニュインとこうやって、でスクリーンにして、レベルで黒を締めていくとだんだん馴染んできますよね、こんな風に。でさらにこっから少しだけ細長く切り取って、少し離れたところに置いてみたりすると、またそれはそれで SF っぽかったりとか。でこの今作ったこっちまでこっちのビルまで持ってきて、スケールを少し合わせてあげたりすると、向こうの方にもビルが光が灯ったりします。でスタンプツールでこう足してあげたりとか、そんなことをして、ああいう普段作ってる絵はだんだんできていくんですね。でこれ消しときましょう。あとこの辺、そうだな、なんかこの辺のいい感じの街の光もご選択して、コピーしてペーストしてこっち持ってきて、どうかな、おっとっと、どうかな、こんな感じにして、スクリーンでレベルで、とりあえずこんな風にやってみて、でちょっと邪魔なところはこう消してあげたりすると、なんかここはちょっと橋に見えたりとか、なんかこう未来の横浜っぽくだんだんこうなっていくんですよね。はい、で次何しようかな、はい、お時間はどうでしょうかね。あ、もう終わりじゃないか、はい、早くやろう。であと手前に、じゃあもうちょっと、よし、
まあ、せっかく書きましたけど、まあ、ここになんかこう、まあ、人っぽい何か載せましょう。なんかね、はい、なんかこういうのやったりとかで、ちょっとここだと手すりがなくて危ないので、ここにじゃあ手すりをつけましょうか。おっとっと、こうか。もう本当に手すり全然簡単でいいんですよね。なんかこんなのがあって、うん、よよ、うん、そうですね、こんな風な簡単な絵でいいのかと皆さん思ってるかもしれませんけども、コンセプトアートって、なんか正確であるっていうことが、そこ僕のやってる段階でもコンセプトアートってそこまで重要じゃなくて、この作品がどういう雰囲気を持っているのかとか、どういう魅力があるのかっていうのをみんなに理解してもらうための絵なので、なるべく早く、いいとこだけをみんなに分かってもらうっていうのが一番の目的になるので、こういう、まあ、早くその場で描いていくというテクニックが自然にこう身についていったりするんですけれども、はい、だんだん時間がなくなってきました。早くやりましょう。でこうやると、このなんか展望台からこの人たちがこの街を見てるみたいな雰囲気にだんだんなってきました。ちょっと一回拡大しておきましょうか。途中ですよ、まだ。ああ、うわ、しまった。うわー、なんだこれ。おー、なんだなんだなんだ。はい、まだ途中ですけれども、まあ今こんなような絵ですね。でこれからどうなっていくかと言いますと、はい、こう、じゃあ展望台のところにこの人たちがいるわけですね、今。で今、この柵を増やしたので、こっち側にも付け足しておきましょう。うお、なんか調子悪いですね。ん、怖い、なんだこれ。うわー、なんか大丈夫か。はい、まあいいか。はい、で、じゃああとはもうちょっと雰囲気を出すために、煙みたいなのを加えていきましょうか。なんか大体こういう街って、なんかモヤモヤしてますよね。でそういうのをちょっと書き加えていこうかなと思います。この高いビルの上の方、ランドマークタワーとかよく見えなくなってるじゃないですか。なんかああいうのをこういうところで書いてあげるとそれっぽくなっていくんですよね、うん、で手前のビルも少しこう煙みたいので隠れていたりですとか、この辺もそうだな。なんかここはあんまり良くないな。こんな風になったりしますね。であとは、この太陽の光がもうちょっと魅力的に見せたいので、うん、なんかこんな色のちょっと変わったブラシを使いまして、ここにこうやるとこうなんか日の光が当たってるような感じになってきますよね。うん、こんな感じかな、うん、今描いたレイヤーこんな感じですね。で今描いたこのレンズフレアみたいなレイヤーをちょっとコピーしまして、で自由に変形させるので、こう伸ばしてみたりするんですね、こう縦に。でさらにこういう感じか、ちょっと変かな、うん、まあいいか。
で少し強すぎるので弱めてあげたりするといいかもしれません。あとは、あ、そうだ、よいしょ、ちょっと未来の、横浜港なので、こういうところにもうあれですね、空飛ぶタクシーみたいなのがこういっぱいいると楽しいかもしれません。どこだどこだ、この辺かな。こう別にこれ全然形はタクシーでも何でもないんですけど、こうそういうふうに言われながらこういうの書いてるのを見ると、なんとなく空を飛んでるタクシーの行列に見えませんか。で向こうの方の塔にも当然たくさん、もう通勤ですかね、朝の通勤ラッシュみたいになってるかもしれませんね。とこの辺に船があったりですとかしています。はい、というような感じでどうですかね、まあ、この辺にしときましょう今日は。はい、こんなようなのを、うん、こんなようなのをあの普段書いてますけれども、まあ、今ちょうど3、25分ぐらいです書いたんですけれども、まあ、これをこんなのを、まあ、1週間とか2週間かかってもっとすごくぎっちりと書いていくというお仕事を普段はしております。はい、でライブペインティングはじゃあこれでおしまいにしましょう。そしたらですね、次はまたこっちに戻りましょう。おっとっとっと、おっとっとっと、どこだ。はい、でですね、今後あの陰影の、まあ、少しだけ宣伝というかお知らせなんですけれども、陰影という僕の会社で今後の予定少しだけ言わせてください。今その深く関わりましたヒューマンロストという映画が全国の東方系でやってますので、もしよかったら見てください。であとですね、2020年の2月、来年の2月にあの書籍でトミーのコンセプトアート教室っていうのを出版します。で僕はこんな可愛いキャラクターになって、これトミーって僕のことなんですけれども、これが漫画でなんか今日言ったようなことをあのすごく優しく教えていって、いろんなあの添削などもするというとても楽しい本になってますので、もしよかったらこれも手に取ってみてください。あとは、はい、出版中の書籍もあります。今日ライブペインティングで使ったフォトショップのブラシ、今日いろいろ使ったと思うんですが、あれが付録でついていたりですとか、あ、これですね、こんなやつですね。でチュートリアルビデオとか、あと普段何もそのまま使ったままにしているフォトショップのレイヤーがそのままになっている PSD ファイルなどももりもりおまけで盛り込んだ The Art of EA コンセプトアートという本の改訂版のリビジョンというのをこういうのを出したんですけれども、これが今日はあの物販スペースのすぐそこですね、あので売ってるので、ボーンデジタルさんのブースで売ってるので、まあよかったら帰ってください。でこれ今日すごいいっぱい持ってきてるそうなので、売り切れることはありませんので、あの去年めっちゃみんなしてすごいパニックになったんですけれども、全然ありますのでゆっくりもし買ってくれる方は行ってください。でもしよかったらあのシールがあるんですけども、僕のうちの会社のこんなシールもあげますし、でサインもいくらでもするんで言って、あのその辺立ってますんで言ってください。あ、そうですね、あとちょっとこれ言っといてって言われたんですけど、あのこういうアートプリントっていうんですか、こういうのキャンバスアートにこういうプリントしたのとか、こういう絵をプリントして額に飾れるようなやつを同じボーンデジタルさんのブースで売ってますので、そちらももしよかったらご覧くださいという、ちょっと宣伝入っちゃいましたけど、というわけで今日はこのぐらいで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい、まだあのいっぱい楽しいイベントがこの中でありますので、楽しんでいってください。はい、ありがとうございます。